はいどうも、マナブ18号でございます。はい、ということで今年もやってまいりました。阪神タイガースくじの季節がやってまいりましたということで、ローソンに来ております。限られたローソンでしかねやってませんけども、1回660円やりましょう。今年もねいい商品揃っております。それでは早速行ってきます。とりあえず5回ぐらいやろうかな。はい、ということで5枚買ってきました。めくります。あと1枚目。お、クリアファイル。2枚目。あ、ハンガー賞。あ、サトテルのハンガー。3枚目。アクリルスタンドして、あ、これもアクリルスタンド。ラスト、クリアファイル。ちょっと交換してきます。はいはいはい、ということで交換してきました。アクリルスタンドからいきましょうか。誰が入ってるんかね。おー、伊藤正当たりました。ありがとうございます。あまりねちょっと大きな声出せないですけども、店内なんでね、めっちゃ雑な開け方。はい、次がじゃん。あ、西純也投手当たりました。もうピッチングもバッティングも最高ね。もう二刀流、虎の二刀流当たりました。ありがとうございます。このクリアファイルいきましょうか。山本康選手の当たりました。お、中もこうなってるやん。めっちゃかっこええやん。めっちゃかっこええやん。そしてありゃ、サトテル当たりました。開きます。じゃん、かっこええ。そして、ハンガー賞がサトテルっていうことなんで、こちらです。こちらいただきました。サトテルのねユニフォームかけたいと思います。はい、です。もう一回行こうかな。もう一回やろうかな。もう一回行ってきます。3枚買ってきました。トランプが欲しい。行きましょう。あ、クリアファイル、アクリルスタンド、ラスト1枚。お、なんか出たぞ。うわ、寝そべりトラッキー。なんやこれ。お、これ当たりじゃないん。これユニフォームバージョン。ちょっと交換してきますわ。ということで、交換してきました。まずはアクリルスタンド。誰やもうめちゃくちゃ雑になってますけども、じゃん。出た。すごい出ました。メジャー行っちゃうの。最後の慎太郎グッズちゃん、これほんまに。いや、そうやんな。今からもう藤浪グッズ出さへんやんな、タイガースショップも。うわ、はあ、嬉しいけどちょっとこれ見たら悲しくなるわ。藤浪君のアクリルスタンド当たりました。じゃん。あ、出た。聖志郎出ました。じゃん。お、かっこええな。来シーズンも頑張ってや。そして本日の大当たりなんかな、わかんないですけども、寝そべりトラッキー。かわいい。まあまあでかいよ。はい、当たりました。でローソン内なんでね、ちょっとテンション低めですけども、よし。ただいまということで、早速このサトテルのハンガー使わせていただきます。サトテルのユニフォームをね出しましょう。ちょっとねほんまに、持ってるんですけども、どこにあるかちょっとわかんない。どこやい、サトテル出ろい。ユニフォームだらけなのに、もう下のケースからもうずっとパンパンすわ。サ
トテル。ちょっと最近ね、ちょっとサトテルちゃん来てなかったんで。おっ、ありました、サトテルちゃん、ありました。はい、サトテルちゃん、はい、どう向きや。あ、まあまあ普通に着させる感じやね。サトテルちゃんにユニフォームを着させる感じでいきましょう。はい、できました、できました。こんな感じでございます。はい、サトテルちゃんでございます。いや、顔ちっちゃ、顔ちっちゃ。はい、すぐ隣にサトテルがいます。はい、いいですね、いいですね。ということで、まあまあこのままね、ここにかけたいと思います。もう全選手ね、これこういうハンガーあったらね、もう圧巻ですけどもね。もう顔つきのこれ、ここにずら並べたいですけども。はい、そうですね、この寝そべりトラッキーね、ちょっと開けようかな。当たりですわ。はい、かわいい、はい、かわいい寝そべりトラッキーちゃん。これをね、どこに寝そべらせようかというね。この辺かな、ちょっとスペースが、ここに置きましょう。はい、どうですこれね。まあまあどうですって聞かれてもね、オンぐらいしか言えないと思いますけども。はい、とりあえずまあここに、そして藤波慎太郎投手のこのアクリルスタンドは、このね、藤波投手のフィギュアの隣に置こうかな。えい、どうですかこれ。はい、ということで、今年もね、ローソンさんの阪神タイガースくじ、楽しませていただきました。どこにも売ってない、ここだけのね、阪神タイガースグッズが当たりますんで、皆さんもよかったらやってみてください。あとね、このめくったくじ、このめくったくじね、見るとエンタメ賞っていうのがありまして、まあ、これで応募するんかな。抽選で、15名様に、阪神タイガースのキックボードが当たるってことなんで、これも熱い、これも熱い。そしてラストワン賞がね、六甲おろし鍋ということで、鍋の二人ね、六甲おろしの歌詞がブワーって書いてるね。阪神ファンやったら誰でも欲しいね、鍋がね、ラストワン、最後の一個で当たりますんで、もう一回ね、くじ終わりかけぐらいにね、もう一回挑戦したいと思います。皆さんもぜひやってみてください。ただね、取扱店舗がね、これ全国のローソンではなくて、ほぼ関西かな。三重県、滋賀県、京都、大阪、兵庫、奈良県、和歌山県ということなんで、ちょっとなかなか、買えない人もいると思いますけども、近くにね、取扱店舗がある方はぜひやってみてください。はい、ということで、今日の動画は以上でございます。ありがとうございました。ザナ、ありがとうございます。どうも、阪神タイガースの佐藤輝明です。来年こそ、絶対阪神タイガースあれしますので、皆さん、応援のほど、よろしくお願いします。そして、ホームランを、取りたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。突き進め最高、勝利に向かって振り抜け。